こんにちは、ゆうです。バズラのおちゃんです。はい、今日無課金サブサバカ長老やって闇属性縛り長老やっていきたいと思います。今日お誕生日の方おめでとうございます。はい、今日やっていくのはですね、タイトルとサムネ見てもらったらわかるように7月のクエスト誕生、ちょっと待って、押せへんかった済むと思ってた。はい、レベル13の壁をね、もうどうしてもね、超えられなかったんですよね、これまでのアカウント。それで前回あの、もうとてつもなく環境トップクラスのキャラを手に入れたので、まあもうちょっと出てたんですけど、それでちょっと挑戦してサクッとクリアできると思うので、多分はいクリアして、それでちょっと、ま、もうちょっとおかわりガチャしたいなと思って、それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね、ガチャドラさんですね。はい、もうガチャドラさん練習は、はい、メンバーシップ限定生放送でたくさんさせていただきました。はい、それをちょっと闇属性で組んでみました。闇属性芝居なんでね、このアカウント。はい、でご紹介しましょう。リーダーの、ガチャドラさんにリーダーズに対してスキルチェーン2つ、恥ずかしくてダメ、はいダメ、はい、バラの花束ですね、スパイファミリーの。でこちらが仮面ライダーディケイドですね。ディケイドに、無効化潜在に、これガンホンコラボのルドラやったかな、カードつけてます。あの、指、僕指ないと多色無理なんで、はい。でチーム HP 持ったりとか役割もあります。でこちらが、仮面ライダーファイズですね。あ、アクセルフォーム、はい、聴覚性は5色攻撃強化、上限解放、無効貫通の方がいいよねこれ普通に考えてでオールドロップライズ、闇代わりの武器つけてます。これでチーム HP 持ってます。はい、でこちらサギリですね。サギリに聴覚性浮遊、上限解放で、ね、これジョイラ武器ですね。雲耐性と指を補ってます、もうスキルと。はい、でこちらがもう HP タンクのニース隊長ですね。ニース隊長、これ HP ね、チーム HP の盛るやつの最上位のやつがあればよかったんですけど、なかったんで、もう上限解放ついてたんで、はい、つけてます。はい、で聴覚性スキルプラスに上限解放スキルチェーン2つに、テニプリコラボの、はい、誰の演技にケツつけてんだよ、これで分かってくださいでフレンドさんのガチャドラに、スキルチェーン2つにリラチェーン耐性で、ギアステップの、はい、サイリアのやつの武器ですね。で、まあ、じゃあ HP プラスです。はい、それでは、サクッとね、4月のクエストレベル13クリアして、今まで超えられなかった壁を越えて、ガチャ引きたいと思うんで、それでは、すいこい。いやー、ちょっとね、はい。ちょっと一回実は負けたんですよ。はい。普通に、なんか色決めれてなかった。いやー、もうね、あれ、ディケイドが。さっきね、ディケイド、下がられてなかったのに。これチームは何だろうなんかな、ファイズ使っとこう。はい。で、あ、やっぱ、うわ。サギリが後行ったんなんか。で、ここで、ちょっともう、色、ちょっと待って、なんかいっぱい消えたけど、ジン使えるんやったかな、これ。そっかそっか、使えるか。で、ディケイド使って、で、はいはい。オッケーオッケー。で、ちょっと指奪い返しておきましょう。指奪い返しておきましょう。で、はい。1コンボ。はい、はい。コンボカさんが。はいはい。びっくりした。そんな組んでたっけと思った。はい、またぶっきりした。またびっくりした。で、サギリ使っといて。で、ガチャドラでヘイスかけて。はいはい。指はね、多分ね、大丈夫やと思ってるんですけど。まあ、ディケイド使っとくか。さっき使っとけよ。キャラのこの使いこなせてなさ、半端ないっすね。はい。はいはいはい。でね、本当に、ガチャドラの特訓はね、もう散々してきたんで、はい、もう、バッチリだと思います。はい。よし、ただね、闇属性で縛ってる。まあでも、よう来てくれたわ、ほんまガチャドラさん。ほんま、ちょっと待って、今、ない、ない？あ、じゃあ詐欺使っとくか、コンモカさんあるから。はいはい。ほんまによう来てくれたで。ちょっと待って、今ね、イヤホンがね、ポロッと落ちそうなんすわ。ちょっとやばいんですよ。そこにね、キーが取られて、あっぶんな、ちょっとパズルの途中にイヤホン抜けんのは、もう、Bluetooth のイヤホンも全然慣れへん。そう、ほんまに。
オーケーオッ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 ケー。よし、雲とかテープもどっちもあったような気がするねんけどな。なかったっけ？ありますね。はい、ちょっと色ないんでガチドラさん使います。で、ガチドラ、詐欺ガチドラみたいな感じで、はい、ループできたらなと思ってるんで、よく言えばね、ガチドラもう一体欲しいんですよ。だからガチャを引く、ガチャドラをゲットするためにガチャを引く、いいですね。よしよしよし、はいはい。めちゃくちゃコンボ加算あんねんね、ガチャドラって。いや、ちょっと待って、セーフ、セーフか。で、色はあるんか、これ色。ちょっと待って、火、水、あ、ある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 から、ちょっとサギリがね、遅延食らっちゃったんで、一旦ね、色あるときはちょっとむやみに歌んでもいいかなって思ってるんですけど、どうなんすかね。ガンガンスキル打っていった方がいいんですかね。ちょっとサギリがあと3ターンやろ。いやー、あかんかったな、やっぱり。ほんまにちょっともうイヤホン抜けそうやねんけど。僕音聞かんとちょっと決まってるかわかんないんで、はい。で、ガチャドラさん使って、そう、ほんまだから、ここなんなんやろ、僕の右耳の穴大きいんかな、なんか。はいはい、いや、僕はちょっと有線の方がいいから、ちょっと試してみようかな、次の動画で有線のイヤホン直ってるか。ほんまにね、なんかナチュラルロックサウンドみたいに、もうカッシャン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 、もう音割れもすごいし、みたいな感じになってたんですよね。はい、はい。で、ここ色あるなら、なるべくね、なるべくね、色があるね。はい。で、ちょっとディケイド使って、ちょっと回復力上げて、次、確かなんか先制でかかったような、気がするんですね。ちょっと待って、これ決まってる？決まってる？決まってるんか、そもそも。で、四つ消しした意味なかったね。なんか四つ消し、ああ、でも、回復。よかった、回復かけといて。ナイス回復の落ち込み。落ち込みよっちゃね、ほんま。ナチュラルプレイヤースキル。よしよしよし。ここが確か無効貫通なんですよね。はいはい。そうね。通用ね。はい。で、ここでガチャドラさん使って、はいはい。眉毛変える。はい。はいはい。はいはいはい。はい。はい。あ、ヒーロー L 字大根持ってない。あ、知らんかった。ほんま抜けそうやって、イヤホン。オーケーオーケー。オーケーオーケー。オーケーオーケー。これいったんちゃう？なんとも言えんね。あ、ルーレット作っちゃう。ルーレット作っちゃう。いやー、そうか。回復か。でも向こう貫通使っとかなしゃあないしな、これ。指は短いよ。指は短いよ。指はの短いよ。いや、短いことないねんけどね。短いことないねんけど、皆さんからしたら、僕からしたら多分短いんですよ。あ、ちょっと待って。何が決まってへん？キーか。え、決まってるやん。ごめんなさい。めっちゃなんか、汚い顔してたね、今。うわ、やってもうた、思ったほんま。ちょっと、ギリやん、しかも。ちょっと待てよ、これ。ニース隊長って、即時回復あったよね。オッケー。ほんで、誰でしょ？ファイズ使います。で、ディケイドをちょっと、単体インハじゃなかったか。エクシアと勘違いしてた。エクシア使ってたんですよ、僕ずっと。いや、エクシア抜いてたかな。エクシア使ってたな、使ってたな、昨日。オッケー。回復して、ちょっと待って、はい。
はい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 。オッケーオッケー。これでやで。あ、ちょっと待って、ディケイド先使えばよかったんか。パイズのエンハの方がでかいやん。ちょっと待って、止まって、止まって、止まって。悪魔は？よーし、かもヘイスト。じゃあ、ガチャタさん。で、サギリもちょっと使ってドロキョウ入れちゃおうか。オッケー。でも、ジン下手くそやな。ちょっともう一回試してみよう。光4つ。ちょっとね、もうさ、平積みでいいかも。はいはい。焦った。なんか決まってんかと思う。いや、これ。いや、いや、ちょっと待って。もう、ええや。こんだけあったら倒せるでしょ。で、回復も4つ。4つ消し、いないっすけどね。いや、めっちゃさっくり。いや、超えられなかった、壁。壁超えましたね。レベル13以降ね、もう全然歯が立たなかったんですけど。まあ、ダンジョン自体も優しくなってきたっていうのもあるんで。それでは、一周受け取りましょうか。はい、13個いただきました。そして、ユーザー情報。購入履歴、ライフ37個。それでは、魔法石10個、竜形師&竜冠師フェス前半、引いていきたいと思います。はいはい、あのですね、狙いがですね、ほとんどのキャラがね、もう闇属性に闇落ちしてくれるっていうね、もうこの文化ですよ、この竜形師、竜冠師のサイリア。あと何気に僕、ハマルも持ってないんで、はい、このアカウント、はい。あとね、このミラちゃんとかもナチュラル闇属性ですからね、はい、はい、はい。もうこれとかも欲しいし、ねえ、ほんまにもうすべてを闇よの方もおられるんで、はい。ちょっともうその方のお力をお借りしたいなという思いで、はい、ちょっと引いていきたいと思います。3回だけね、はい。はいよ、イデアル欲しいよね、バレリアも欲しいよね。あ、どういうよ、あー、クシナだ。クシナダ姫は、ね、武器かもなってないし、まあ、これはちょっとニジメザルになっていただきましょうか。申し訳ございません、クシナダ姫を推しておられる方。このアカウントが闇にしまってるだけなんです。それでは、2回目ね。はい、よっしゃ、もう大優しか出へん。オッケーオッケーオッケー、来たんじゃん。ちょ、ほんまバレリア。鍛えてやろう。鍛えてほしい、僕。ラスト行きましょう。はい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 。よし、来た。鍛えてやろう。鍛えてやろうか。あとは、何やったっけ？はい、それだけ噛みていきましょう。はい、ミュウシュの上で、はい、クシナダ、リュウネ、チュービ、はい、になりました。はいはいはい。いやー、ちょっと超えられない壁、ちょっと超えてきてしまったんで、はい、ちょっとね、一段とね、このアカウントも、はい、成長してきたということで、はい、ちょっとね、もうクエスト14も、まあ、動画に、まあ、せっかくなら収めようか。はい、闇属性芝居っていう特殊ななんかアカウントで14クリアできるか。15はね、まだちょっと、わかんないんですけど、はい。それでね、まあ、新たな、まんじゅうチャレンジっていうのもね、開催発表されたので、はい。まんじゅう。もう、長老っていう名前やったらもうね、まんじゅうわかんないんですけど、はい。もう、ご長寿称号はつけたいんで、はい。頑張っていきたいと思います。それでは、今回この辺でお開きにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。はい。よければね、チャンネル登録、高評価していただけると、嬉しいです。はい。泣いて喜びます。あと概要欄にツイッターのフォロー、リンクや、はい。メンバーシップさんの、
加入窓口も作ってあるんで、そちらもよろしくお願いします。それでは私お相手ゆうでございました。バイバイ。